モロクノエ市電は、かつて、クリミア半島のモロクノエに存在した、路面電車である。宿泊施設と海水浴場を結ぶ路線として1989年に開通したが、ロシアによるクリミアセバストポリの編入の影響により2015年以降、営業運転が行われていない。モロクノエは、クリミア半島のイエウパトリア近郊に存在する、人口2500人ほどの村である。 世界に面したこの場所はソビエト連邦時代に世界最大級の電波望遠鏡をはじめとした人工衛星の監視施設が作られた一方、下記になると砂浜が海水浴場として賑わう観光地としての側面も有するほか、川口の泥に含まれる様々な効能を生かした保養地にもなっている。1986年に発生したチェルノブイリ。 原子力発電所事故の影響を受け、当時のソ連国鉄南西鉄道局コロステン支部は従業員の保養先として、このモロクノエに存在する観光、保養用の大規模な宿泊施設を利用することを決定した。しかし、この施設は、冬季のカラミタ湾の氾濫による影響を避けるため、観光地となっている海水浴場から 1.6km ほど内陸部に存在していた。 それまではバスが双方を結ぶ交通手段として用いられていたが、輸送力やガソリンの不足、さらに観光地であるが、ゆえの環境問題など様々な観点から新たに鉄道を建設することが決定した。建設は1989年の春から始まり、同年の観光シーズンにあたる夏季から営業運転を開始した。モロクのエシデンは、 内陸部の宿泊施設と海水浴場を結ぶ全長 1.5km の路線で世界でも非常に小規模な路面電車の一つだった。途中駅は存在せず、車庫は宿泊施設側に設置されていた。全線とも専用軌道となっており、開業当初は全線副線で終端には折り返し用のループ線も存在したが、後に単線となりループ線も撤去された。 営業期間は観光シーズンにあたる5月中旬から6月上旬から8月末で、宿泊施設の利用客に加えて、路面電車のみの利用も可能であった。本数は、本数は1日15往復で、利用客は1日当たり3000人以上であった。運賃は、ソ連時代は5カペーカ、ソビエト連邦の崩壊後は1.5フリブニア、後日のロシア連邦編入後は7ルーブルと設定され、 宿泊施設の利用客は1日4回まで利用可能な乗車券が宿泊日数分渡された。車両は開通時からイエウパ通りや市電など、たとしから譲渡された車両が用いられ、末期に使用されていたのは東ドイツのゴータ車両製造によって作られたゴータカーと呼ばれる電車だった。在籍数は1957年製の両運転台車両。 T57 と1959年製のカッター運転台車両 T59 角1両で、双方ともイエウパ通りや市電からの上都車であり、2両編成を組んで使用された。これらの車両は施設と共に継続した整備が行われ、希少な現役の豪高カーとして、国外の鉄道ファンの来訪も多かった。それ以外にも、モロクのエ市電には、 複数の予備者が在籍していたが、2011年までに解体された。2014年ウクライナ騒乱直後、モロクノエが存在するクリミア半島の多くの地域を管轄するクリミア自治共和国は、住民投票や決議を経て、ロシア連邦の統治下に置かれている。その影響で、モロクノエを訪れる観光客が激減したため、2014年の運行期間は8月のみとなり、 前日の通り運賃もロシアルーブルに変更された。その後、2015年には宿泊施設の再建のため、路面電車は休止となり、翌2016年6月から運行を再開する予定であったが、路面電車を運営していた宿泊施設の所有者が変わったことに加えて、車両、施設の老朽化が進んでいたこともあり、同年以降もろくの絵市伝の運行は行われていない。 ありがとうございます。